2011年8月21日に行われたデモフジテレビ講義デモは2011年8月以降に発生したフジテレビジョンの番組編成や演出に対する講義活動を。主にインターネット上の呼びかけから始まり数万人規模の大規模なデモとなった。デモのきっかけになった事件はいくつかある。2011年7月。 俳優の高岡葵はじめが、富士テレビの番組編成が韓国に傾斜していると、ツイッター上で批判し、その後、高岡が、所属事務所を退職に追い込まれたことをきっかけとして、ネット上で従来から、富士テレビに疑問を抱いていた層から批判が紛失し、反発を招き、翌8月に、でも主催団体が、反韓流、反韓デモではなく、 フジテレビの変更放送に対する抗議、フジテレビはニュースなど、複数の番組を通じ K-POP に対し過度に時間を割いており、韓流人気を誇張しているという主張を掲げ、抗議デモを行う事態に発展した。また J、キャストニュースによると、一部ではスポンサーへの伝突や、不買運動を呼びかける者も,もいたが、それに対してそのきっかけとなった高岡は、 不買運動は進めないと批判した。さらに、脅したりすることは、自分は肯定しないです。まっとうに意見があるなら、おののの要望を提出したら、いいのでは何か脅すとか圧力をかけるとかだとどこかとやってる、ことも変わらないし相手もムキになるだけと思うので。 おののが知識をつけ素直な気持ちから出る答えを導き出し反対だな賛成だなで行動できたらと思うのですと建設的な議論を呼びかけた。また、ただ自分の思うがままにみんなで頑張りましょうね。自分もできることから頑張ります。たくさん知識つけなきゃと語りマイペースの取り組みを強調した。非公式でも散歩2011年8月7日に 警察の許可が下りなかったため、デモとしては行われなかったが、21日の本番に向けたミーティングあるいは散歩と称して、フジテレビ本社のある東京都港区お台場にて一連の韓国報道に対する抗議活動が行われ、主催者発表によると約2500人、週刊新潮によると600人がインターネット上での呼びかけによって参加した。また、 この抗議活動はニコニコ生放送などで一般のユーザーらによって中継された。8.21フジテレビ抗議デモ JA キャストニュースによると、このデモの主催者からフジテレビに対し抗議文の提出が試みられていたが、フジテレビ側は抗議されるいわれはないとして受け取りを拒否していた。8月21日、東京都公安委員会のデモ許可を得て、 東京大台場富士テレビ本社周辺にて午後1時半から大規模なデモ行進が行われ、続いて同じ場所で午後4時から保守系団体主催による同市長のデモが行われた。デモ行進は参加者らによってユーストリームなどでネットで生中継された。また、上記の通り翌22日までに海外ではいくつかの媒体が取り扱った。 9.17富士テレビ講義デモ9月17日にも富士テレビ本社前でデモが13時から行われ主催者発表によると約1600人が集まりニコニコ生放送の中継は約12万人が視聴した10.15富士テレビ講義デモ10月15日には銀座で富士テレビ講義デモが行われ主催者発表では約550人が集まったデモは 韓流変更放送批判に加えて、フジテレビが2011年10月23日から放送するドラマ、僕とスターの99日の主役に、韓国人女優キムテヒを起用したことにも反発して行われた。2012.325フジテレビ講義でも2012年3月25日には、初めて浅草でデモ活動が実施され、 主催者発表によると出発時点では約250人が集まり最終的には約400人まで膨れ上がった。運営代表によると年配の人にもフジテレビの変更報道に気づいてもらうために浅草を選んだとのこと。抗議の対象は電通、朝日新聞社、日本テレビなどに拡大した。キムテヒを CM に起用したロート製薬では キムが過去に、竹島に関して、韓国政府から移植され、独当守護天使として、独島は、韓国の領土などの主張を行っていたことに批判が、高まり抗議デモなどが行われたことを考慮して、2012年2月21日に、東京で行う予定であった、CM 制作発表記者会見を、不測の事態に備えて、急遽中止することとなった。 またこのことに関連してローと制約共用事件が起き、在日特権を許さない市民の会の幹部が逮捕、されている。9月19日に頑張れ、日本が実施したデモでは、デモ後にフジテレビが、祝日に掲揚していた日本国旗が、ボロボロで、これを、国賊とみなして抗議し、公開を要求して小競り合いとなった。この混乱の中で、強行的に国旗が下ろされ、 頑張れ、日本が用意した新品の国旗が形容された。その際に、会員3人が、フジテレビ社の国旗の一部を破ったとして1年後に、書類送検された。現代用語の基礎知識2012年版には、フジテレビや、カンデモという名称でこの活動が掲載された。メンズサイゾーの、2011年テレビバラエティ10、大ニュースの一つにこのデモ活動が選ばれた。 田村厚氏は、テレビ局に関心を持ち、問題点を指摘し声を上げている人は、多いと思っており、あの声は利用した方が良いとコメントしている。富士テレビでは、2011年11月12日放送の、新、週刊富士テレビ批評で、ネットウヨ心理と、テレビと題した特集を組み、メディアとネット世論の関係について取り上げた。コメンテーターの津田大輔は、 フジテレビ抗議デモについて、あらゆるタイプの人々が、ネットに限らず、リアルでもつながり始めている事例であると分析した。また、ゲスト出演した、浜野里氏は、いわゆる、ネット右翼と呼ばれる層が行う、メディア批判について、ある種の市民による、マスメディア監視と言えなくもないと一定の評価をし、右翼だから、別に聞かなくていいでしょうと無視するようなレッテル貼りは、 そろそろ限界と指摘する一方ネット右翼に対しても、マスコミに対して、レッテルを貼ってばかりではいけないとも指摘した。津田大輔は一方で、デモ参加者が日照期を掲げていたことを挙げて、排外主義に基づいているとも説明している。富士テレビで放送された仲良しテレビの予告 CM 内でマツコデラックスが、K-POP は、アメリカのパクリ、嫌だったら出ていけ。 などと発言しており、これに対して、富士テレビの管流との決別だとする意見がある。一方で単なる富士テレビ側の批判を回避する、策略ではないかと疑う声もあり、様々な憶測が飛び交っている。2013年6月27日開催の、親会社富士メディアホールディングスの株主総会では、ネットでの富士テレビ管流押し批判が、結果的に、 企業価値を落としているのではないかとの株主の質疑に対し、韓流ドラマや K-POP もニーズがあるから放送してきており、数字の低下は金属疲労のようなもので韓流とは関係ないと副社長が応答している。2014年6月27日開催の親会社富士メディアホールディングスの株主総会では、数千人規模のデモを数回かけられるに至っている。 スポンサーの顔に対しても、同様のデモが複数回行われている。特定の国に偏った放送を行えば、再び、デモ等を将来し、当社グループの信用、名声を地に落とすことになりかねないとして、株主提案がなされた2014年10月22日、元フジテレビ社員のフリーアナウンサー長谷川豊は、デモに集まった大半は、いわゆる、ネットの住民で、 騒動が拡大した原因を、ネットの住民を、ああ社会不適合者ね、ニートニートと見下してるテレビ局員の体質にあったと、分析しており、一連の抗議デモには、実際にフジテレビ社員も、身分を隠して混じって参加して、デモが終わると社内に戻って、案の定、気概ばっかだったよと笑い飛ばしていたという話を、明かした。また、その後事態が、過応に対するデモへと、 その攻撃対象が移っていったことや、フジテレビが2014年現在視聴率3位と、テレビ朝日にも勝てず、苦しんでることを述べ、ネットの声が大メディアに勝利した歴史的な事態だと評した。毎日によると、抗議でも以降は、フジテレビの視聴率が低迷し、視聴率3巻は日本テレビに奪われ、2013年には、週刊視聴率で TBS に抜かれて4位に、 転落したと解説し、抗議デモに対する対応の誤りが取り返しのつかない痛手になったと評した。注釈韓国人女優キムテヒは、竹島を韓国領であると主張する独当愛キャンペーンを行ったとされる。韓国ではキムを独島守護天使と呼ぶ市民団体もある。そのため、特に反日的とされることが多い。出典ありがとうございます。